皆さんこんにちは、バイスプレイヤーのサオリです。今回なんですけど、3月21日に行われましたバイスシュバルツ15周年記念発表会永遠のマイターンにて発表されたシーズンメンテナンスの制限答え合わせの方を、左側くんとやっていきたいと思います。左側くんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、我々の予想は、前回の動画を見ていただいたら分かるんですけど、まあ答えからいっちゃいましょうか。はい、こちらです。バン、なし、変更ございません。なしですよ。はい、ということで、あの我々大当たりじゃないですかこれ。まあ今解除めっちゃ外してますけどねいやね、解除もなかったんですよ。そうです、あの制限なしはバッチリ当たったんだけど、まあ、解除もなくて、でもこれは生放送見てたんですよ私もね。はいはいはい、あのちょっと最後の方になんかすごい、もう一番最後に、あ、シーズンメンテナンスなしよろしくみたいな感じで滑り込みでなんか、ね、ぬるっときたのよ。そうですね、なんかそんな感じでしたね。そうだから、もしかしたらこうごちゃつかないようにね、こうなんかそこでね解除したらごちゃつくじゃんなんか尺なかった説があります。そうそう、尺なかった説も一応押していきたい。そうですね、うん、次回ですね、ということで、そう次回の制限で、まあ、解除もかかるのかなって思いますけど、まあ、今環境はこの感じでいくっていうことですね。はい、はい、ということで大当たり。他には新規参戦タイトル発表とかもいろいろあったんだけど、まあ、まずね、あの放送見てた感想なんですけど、いいですか。はい、やっぱミコイとアイミなのよねっていうね、長年生放送やってましたからね。だからね、やっぱね安心感があった、あの二人には、やっぱちょっと私もほぼバイスシュバルツ15周年だから、プレイ歴、はいはいはい、やっぱ記念にふさわしいお二人だったなっていうのがあるよね、うん、そうですね、ぜひね、うん、やってほしいですけどね、うん、バイスもね、やってほしい、もう一回やってほしいよねそうですね、回ってくれるのを期待してるわ。そうですね。で、まあ参戦タイトル発表されたんだけど、はいはいはい、左側くん、はい、ボッチザロック当たりました。そうですね、これね、あの動画内では言ってなかったんですけどあの概要欄で、概要欄に、あの概要欄に書いてあるんです。地味に予想してた。動画内ではあんだけプロセカプロセカ言ってたくせにそう、動画撮り終わった後にボッチザロック来るっしょっていう、で概要欄に補足するっていうね謎のでもね、あれやっぱボチザロック参戦ってことで、やっぱ超人気タイトルだけあってね、嬉しい人も多いんじゃない。そうですね、これご新規さんももしかしたらいるかもしれないですね、うん、トライアルも出るし、はい、うん、結構熱い参戦だったよ、うん、ですね。あとは、まあ、まあとはあれですかね、ぬるっと発表されたジョジョじゃないですかぬるっとっていうか、最後の最後の一枠です、2つみたいな謎の滑り込みで滑り込みでね、あの1つと思ったか2つだぞみたいなそこで2つね売れるなよって思いますけどね。いや面白かったね、あれ尺の配分がよく分かんないですけど、うん、よく分かんなかったけどまあでも徐々に2種類発売、プレミアムブースターが。そうですね、で追加にはなるけど、ちょっと追加っつっても前の特徴がさ、黄金の風っていう作品で区切っちゃってるから、どうなるんだろうね。そう、そうなんですよ、だからね、特徴スターダストクルセイダーズとかになるのか、かジョジョになるのか。ジョジョになる、ジョジョにしないとちょっと種類的に厳しそう感あるから。リアルですか、種類少ないんで、テキストね、うん、相当ゴリゴリにしないともやばいですよね。うん、ちょっとデッキにならない、デッキになるのかっていうところはあるから、うん、ちょっともしかしたらさ、めっちゃ種類が多いプレミアムブースターかも。それね、やめ、お財布大変なことになるからやめてほしいですけどね。だからちょっとね、ジョジョは今後の動向にもそういう意味でも注目かなっていうのは、ね、うん、そうですね、はい。でまあやっぱちょっと一番みんなバーってなってたのは電撃文庫ですかね。これ一番大型ですよね、多分みんなが喜んだんじゃないですか、ね、うん、びっくりしたよね。いや、まあ、バイスといえば電撃文庫みたいなとこありますからね、参戦タイトル的に、うん、タイトルがねいっぱいあって、うん、あなた来ましたよついに。そうですよ、とあるですよ、電撃文庫といえば待ち望んでいたとあるバーサスとあるとか急に取り出して動画の最初のチャンネルを始めた頃そうですね、もう取りたすぎて誰がわかんねんっていうとある、とあるみんな好きじゃんこのチャンネル。いや、そうですね、うん、だからちょっとね、今から回復魔術買い占めた方がいいかも。そうですね、とある高騰するかもしれないんで、あの回復魔術とあのカエル医者とか買っといた方がいいんじゃないですかどうだね、魔術サイドだとは思うからさ、まあ確かにインデックスの方だと思うんで、まあ、うん、ベントとかじゃないですかね、高くない。ああ、ベントとかね、買っといた方がいいよね。ね、あの欲しい人はですけどね。そうそうそう。欲しい人は。買っといた方がいいよ、急に。欲しいっつって手に入るもんじゃないですけど。電撃文庫って、やっぱ30周年だから、はいはいはい、やっぱ、あの、バイスジジババ、バイス老人もそうだけど、やっぱ、老人は嬉しいらしい。そうですね、やっぱり。いやね、私一緒にメンバーの杉さんと見てたんだけど、はい、イリアの空とキーリはね、熱いおじさんって言って喜んでたよ
も全然知らないですけどね。いや、だからもうすごい古い作品だよ、だって。ああ、そうなんですね。だからやっぱちょっとね、そのぐらいの世代は歓喜。そうですね、ね、かなりね、10年前ぐらいのアニメ作品が多いところなんで、電撃軍港って。だからね、あれ、これはで150種類あるんだって。もう過去最多レベルじゃないですか、150種。通常のブースター100種だからね。そうですね、ほぼ 1.5 ブースター出るっていうことだから、その辺もちょっとね、楽しみだよね。そうですよね、サインとかどうなるかも気になりますからね。あー、作者サインか。そう、作者サインなのか中の人サインなのか、そのアニメ化してるやつに関しては気になるね。そう、そこはちょっと気になりますね。とか続報が楽しみですね。半年後ですけど、これも続報が楽しみということで、はい、はい、ということで、まあ、バッシュバルツ今後も楽しみに私たちもやっていきたいと思います、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。プロセカをください。